熊本市体育館のリング上、チャンピオンカーニバル戦、大手金太郎対キングカーチスイエローケアの一戦を迎えます。両選手がリングに登場してまいります。今日の熊本市体育館は全日本プロレスの木戸宗選手とおめでとうございます。今日は木戸宗選手が堂々と口正信選手を破りまして勝ち点を挙げています。さてキングカーチスイエローケア、控え室から出てくる表情です。非常に怖い表情です。第6回チャンピオンカーニバル、現在 8.4 でこの選手のポイントはなかなか上げられません。すでに対戦者の大津金太郎はリングに登場しています。さあ、キングカーチスイエローケアが登場してまいりました。両選手の紹介がこれから行われます。ハワイの巨像です、キングカーチスイエローケア。タッグ選手権者、大木金太郎、チャンピオンカーニバル戦、現在勝ち点6でございます。風間さん、好勝負を迎えましたね。あのね、これは大木選手のね、お弟子の、キム・ユー選手がたった今ね、2点上げて、はい、上位に並んでましたね。はい、したがって大木選手もこれはそれに追いつかなきゃなりませんな。そうですね、お互いにこれはベテランの同士でなかなかのこれは見どころのある試合になる、ね。はい、さあ今度はなりました。勝負の方は予選リーグ30分の一本勝負で試合が行われます。この2人の対決はインターナショナルタッグ選手権をかけまして2度対戦しています。キングカーチスイエローケアはパートナーはその時ブルーラモスでした。1回は1対1の引き分け、そして再戦になりまして2対1で大木金太郎キム6組が勝利を収めています。キングカーチスイエローケアにとりましては積極戦ということになります。イエローケアが行きました。手刀を落として下から潜り込むようにして逆転フェアを打って、今度はチョークの攻撃です。レフリーが変わりまして以上樋口さんです。でゲストの馬場さん、はい、この大木選手とは再来週大立てで対戦いたしますね。そうですね、この辺りに来ますともう終盤戦ですから、いよいよ優勝候補に的が絞られてくる大立ての大会ですけれども、大木金太郎選手のこれまでの動きを見ていかがですか。ずっとまあね、割合動きもいいんです。だからやっぱ反則技も激しいですからね。先週お送りした対ジャンボ鶴田さんね、反則負けを喫しました。あの急所攻撃を攻めるというのはちょっといけませんね。ですから、テレビよく見ててもらうこと以外にないですね。そうですね。さあ、喉への攻撃であります。キングカーチスイエローケア。前の傷だと、一つはつぼみを効かせています。イエローケア、全体重を乗せました。170キロあります。キングカーチスイエローケアです。さあ、序盤戦ですが、大木金太郎にとりましても、先週の放送、ジャンボ鶴田に反則負けを取られて、黒星を喫しているだけに、この試合あたりは取りたいところです。インタータッグで勝っているだけに自信満々、実況を当てました。大きな拳打ち、わーっと思い切った。今度は肩から当たります。そして左の付け根にヘッドバットを打ちました。攻撃です。ちょっと後ろにくるみました。キングカーチスイエローケア、体は一回り小さい大木金太郎でありますが、絶好の動き、トップロープから場外に突き落とした。一気一発でトップロープから場外に突き落としました。さあ追い打ちをかけます。大木金太郎です。さあお客さんの中に割って入っていきます。ハワイの巨像です。ちょっとこうはじかじ大木金太郎の強い手の攻撃、連続攻撃が決まりました。まだ流血はありません。リングの中、堂々に大立ちは大木金太郎、韓国の総帥です。日本にいる間に日本のチャンピオンベルトを根こそぎ持っていってやると言っておりました大木。そして第6回のチャンピオンカーニバルでも宿敵馬場を倒しまして、あるいはまたピッチャーを倒しまして初優勝を狙っております大木です。左の腕の付け根の頭突き攻撃です。さあ怒った金髪ヒヤウキが怒りました。体は一回り大きい。さあポジションを見て、今度は反対側から場外に放り投げました。さあ放送席には馬場選手がおりますが、さあ馬場と視線が合うかどうか。あっとものすごい手刀、手刀を落とす、すごい攻撃に出ました。ヤウケは青い鉄柱で、さあ近い距離からゴスンという鈍い音、大きい力も期待です。そして放送席にちょっとにらみつけた
さあ思い切ってボディスタンカー、この先の目前で試合を始めています。めちゃくちゃ見放されました。完全にギア受けある。おっとフライングソーセージだ。放送席からフライングソーセージ、これは失敗に終わった。これは失敗に終わりました。さあ荒れ狂います。名前の巨像が荒れ狂います。お客さんのリングサイドの中にわーっと突っ込んでしまいました。逃げ回ります。このリングサイドのお客様です。おっとゴンが打ち鳴らされました。リングサイドギア受けの暴れっぷり。果たして上樋口レフリーは、上樋口レフリーはリングの中では大木金太郎の左の手を挙げました。これは拾いましたね。リングアナウンサーによりまして、リングアウト負けが制せられました。そうしますと大木金太郎は勝ち点8ということになります。勝ち点8ということになります。山田さん、大木金太郎がローセとしてポイントを上げましたね。